サッカートルコ代表サッカートルコ代表はトルコサッカー連盟によって編成されるトルコのサッカーのナショナルチームである。1923年にトルコサッカー連盟が設立され同年国際サッカー連盟に加盟したが地域連盟には未加盟のまま活動を続けた。1923年10月26日のルーマニア戦がトルコ代表初の国際試合となった。 1950年ブラジルワールドカップ予選でワールドカップ予選に初参加し、一次予選のシリア戦で7-0で勝利し、最終ラウンドに進出した。最終予選の対戦国はオーストリアとなったが、同国が対戦を辞退したため自動的にトルコの出場が決まったかに思われた。しかし、トルコも出場を辞退したため、本大会出場はならなかった。 1954年スイスワールドカップ予選では、スペインとの対戦となり1勝1敗の後、中ッチイタリアでのプレーオフモニの二で引き分けに終わり、抽選の結果1954年、スイスワールドカップ初出場を決めた。1954年の本大会では、グループリーグを1勝1敗の成績で、決勝トーナメント進出をかけた西ドイツとのプレーオフに進んだが2から7で敗れた。 1958年スウェーデンワールドカップ地区予選アジア、アフリカ予選に出場したが、1次ラウンドでイスラエルとの対戦を拒否し棄権した。依然として地域連盟未加盟だったが、1960年第1回欧州ネーションズカップ、現有 EFA 欧州選手権、ユーロ予選ラウンドに出場し、1回戦でルーマニアと対戦することになった。 1958年11月2日の第1戦はアウェーで0から3で敗れ、1959年4月26日の第2戦はホームで2から0で勝利したものの2試合合計2から3で敗退した。1962年トルコサッカー連盟は欧州サッカー連盟に加盟した。UEFA 加盟以降は欧州選手権も含めて出場がなく欧州の中では、 弱小国とみなされ続けてきたが、1993年にファティテリムが代表監督就任すると実力をつけ始め、UEFA 欧州選手権1996予選ではスイスやスウェーデンを退けて初出場。1996年の本大会は参戦全敗でグループリーグ敗退となったが、 UEFA 欧州選手権2000予選も突破を果たしに大会連続出場を果たすと2000年の本大会はベスト8に進出した。2 0 0 2にフィファワールドカップでは、ハカンシュキュル、リュシュティュレチュベルラの活躍により、グループリーグを1勝1分1敗で2位通過。決勝トーナメントでは開催国の日本、セネガルに勝ち、ベスト4に進出した。準決勝ではブラジルには敗れたが、 3位決定戦で開催国の韓国を破り3位入賞となった。UEFA 欧州選手権2004予選は突破を逃し2006年ドイツワールドカップの欧州予選ではスイスとのプレイオフを2試合合合計4から4で終えるがアウェーゴールルールによって初の連続での本大会出場はお預けとなった。しかし UEFA 欧州選手権2008予選では 引き分け以下なら、ノルウェーが2位突破となっていた、最終戦でボスニア・ヘルツェゴビナを相手に、ホームで1の0で勝利し、予選 C 組をギリシャに次ぐ2位で終え、2大会ぶり3度目の欧州選手権出場を果たした。2008年の本大会では、グループリーグ初戦のポルトガル戦を0の2で落としたが、第2戦のスイス戦と、第3戦のチェコ戦では、試合終了間際に逆転する粘りを見せ、 に大会ぶりに決勝トーナメントに進んだ。準々決勝のクロアチア戦でも延長終了間際の120分に1から1の同点に追いつき、さらに PK 戦の末に3から1で勝利を収めて、初の準決勝進出を果たした。2010FIFA ワールドカップ予選では、スペインとボスニア・ヘルツェゴビナに競り負け、予選敗退となった。UEFA 2016では、予選では、 グループ A に入り、最初に2連敗した後は無敗を続け、引き分けなら、プレーオフに回ることとなっていた最後のホームのアイスランド戦では退場者を出しながら、89分のセルチュクイナンの直接 FK によって1から0で勝利し、各グループ3位の中で最高成績を収めてに、大会ぶりに予選突破を果たした。本大会ではチェコに勝利したが、グループリーグで敗退した。 FIFA ワールドカップでは2014年2018年とヨーロッパ予選での敗退が続いている。UEFA ネーションズリーグ2018から19ではロシア、スウェーデンと同じくリーグ B のグループに入ったがアウェーのスウェーデン戦を3の2で競り勝った1勝のみしか上げられず1勝3敗の3位でリーグ C へ降格となった。1年延期された UEFA ユーロ2022に 大会連続で出場するも、グループリーグ3連敗の再開で敗退した。2002FIFA ワールドカップを記念して、アゼルバイジャンで発行された記念切手 FIFA ワールドカップ UEFA 欧州選手権、GKDFMFFW。ありがとうございます。